あまり取らないようですね。そうですね、まあ、この辺はちょっとは実現ですね。スリーバント一発にかけてるかもしれませんね、はい、選手の暮らしを十分に知っている宇都宮商業の山崎監督、二塁に二塁打の及川がいます。バッターは塩井、落としました。セカンドの鈴木、一塁の早川へ、ランナーは三塁へ、ワンアウトランナー三塁。今のバッティングでいいんですね。はい、そうです。今のは本当に役目を果たしましたね。普通に送ったのでは、いやランナーはサードを進められないと、はい、まあ、そういう判断のもとに、はい、バットを非常に短く持ちまして、こうしてもう的を絞ってですね、セカンドの前を飛ばしましたね。珍しく7番の渡辺に細かい注意を与えました山崎監督。さて、ここで宇都宮商業は待望の勝ち越しの点を取ることができるかどうか。この辺がベンチの難しいところですね。7番の渡辺、スクイズか強打か、まあ、常識的には延長に入って、はい、同点、はい、最初に考えられるのはスクイズですよね。そうですね。宇都宮商業が迫る PL をここで引き離すことができますかどうか。1回の表、ワンアウト三塁の及川、バッター渡辺、6対6の同点です。バントの構えを見せましたが、これはジェスチャー。一塁側の宇都宮のベンチは全部立ってますよ。座っていられません。いつサインが出るか。明らかなどういう球を投げますか。三塁という絶好のチャンスを迎えた延長10回、宇都宮商業、これもジェスチャーでした。こうなると PL の守備は難しいですね。難しいですよ。ワンエンドワンです。ここはもうバッテリーにたくさんとしょうがないですね、はい、三塁の及川しました。さあ、これでカウントワンツーです。6対2とリードされた宇都宮商業が6対6の同点。ここでまた延長に入って PL を引き離すことができますかどうか。この1球です。ワンツー、三塁の及川、ワンアウト。渡辺、商業の選手を11点面倒見ている山崎監督は、選手の気持ちの一つ一つは全部わかります。スクイズ失敗、空振り、ランナーは三塁まで離れました。キャッチャーがタッチします。スクイズ失敗、ツーアウト、同点に立つ宇都宮商業。ワンツーからスクイズ出ました。はい、高校監督からですね、はい、ハウスのサインが出てたと思いますね、はい、残念という渡辺、完全にアウトコーナーを打ってしまって、ね、いかにセンスのある渡辺を持って人も打てませんでした。及川、タッチアウトでツーアウト。三振、1回の表、宇都宮商業、ここで宇都宮はですね、はい、あの及川君にですね、間を与えてやることが必要ですね。今サードランナーに出てまして、しかも三本間に挟まれて倒された直後ですから、はい、ついとバッターボックスに入ります。
1回のチャンスを逃した宇都宮商業、今度はしっかり守んなくちゃいけません。センターへ打ち返しました花式、ワッとワンバンのヒット、センター前のヒット。1回の表に宇都宮がチャンスをものにすれば、チャンスを迎えれば同じく1回の裏 PL、 ノーアウトランナー1塁。先頭バッターが出ました。先ほど第3塁打を打った山野、ここはもう送ります。ノーアウト1塁、バットレットへのファウル。三塁のフライが思い切って投げてまいります。及川としてはやはりこのバントを失敗させるためには思い切って伸びのある速球投げしかないですね。そうですね。できればポップフライ、はい、打ち取りたいというところですね。甘いです。まあ、2塁はどうでしょうか。間に合いません。1塁はアウトです。2塁に山中が進みました。ワンアウト2塁。今の及川君いい判断でしたよ、はい、もうちょっとどうかするとですね、セカンドへ投げたいようなランナーのタイミングでしたね。そうでしたね、はい、これは両方生かしますとね、はい、また大ピンチにつながりますから、ね、今確かにあの画面でご覧の皆さんもシャーバイのバントですから、あるいは2塁間に合うんじゃないかという気持ちがなかったと思いますけども、あれを投げてれば間に合ってませんですね、はい、この辺がやはり及川の判断のいいところでしょうね。1回の裏またサヨナラのチャンス、ワンアウト2塁山中、先ほどホームランを打った7番のショート阿部。延長に入ってからもう1回の表に宇都宮商業が勝ち越しのチャンスを迎えれば、このぐらまたサヨナラのチャンスを迎えた PL 学園、全力を出し切っています両チーム。宇都宮商業頑張りましたが、ついにホームランの前に屈しました。1回戦に続いて逆転勝利を収めました PL 学園。同校の栄誉を祝し、同校の校歌を斉唱して校旗の掲揚を行います。試合でした。なお今日第1試合は倉吉北が7対4で高松商業を破りました。第2試合は尼崎北が8対1で福井商業を破りまして、明日は第1試合奈美商と高知商業、第2試合が川之江と前橋商業、第3試合が大分商業と東洋大姫路。明日の放送はテレビジョンでは教育テレビ11時55分、それからラジオ第一放送は9時半からお伝えいたします。亀井さんどうもいろいろありがとうございました。それではこの辺で甲子園球場からさようなら。